ありがとう。ニンニク油普通の辛めで。はい。うまそうやん。どうすか。あっつ。おい。だいぶと油普通なんだっけ。辛め。あれ辛め入れたっけ。ちょっと高台だ。いやすごいニンニクなくて言ったら大盛りになりました。まあよかった。うまかった。おいいじゃん。いいでしょ。あのひっくり返したの やったよ。簡単でした。便利だったでしょあれ。うん便利でした。よかった。どうですか、かわいい？いいね。うん、さあちょっと走っていきますよ。今んとこ頑張ってね。一日おきに筋トレとランニング。むせた。できてきてますね。この調子でいけばね、結構いいんじゃないかと思うんですけど、今日も走ります。なんか今日ね、全然取れた感がないんですけど、まあ今日はちゃんと時間計って、いつものあの、森山の散歩コースを走りたいと思うんですが、今の時間、今21時56分だから、まあ計算しやすいように10時にしときますけど、まあどんぐらいの、どんぐらいかかるか、ちょっとやってみます。この前より早いといいんですけど、なるべく止まんないように、行ってみます。22時8分。すごい。10分ぐらいでここまで来れた。今、イオンドールの、滝沢のイオンドールのところですけど、この前休憩した場所、すごいな。歩いてくるとここまでね、だからやっぱ倍ぐらいか。はぁ、疲れた。で、だいたいここ上まで5分ぐらい登って、降りてくれば30分と。速度的には歩きの倍ぐらいになるはずですね。でもね、結構休んでる回数はこの前よりは少なくなったかもしれないけど、二郎の後の職務なんでちょっときついところありますけど。いや、結構汗かきますね。はい。
まあとりあえずちょっと休憩したらまた頑張っていきたいと思いますね。目標、あの滝沢の芋山の入り口の方まで15分、そしたらペース的にはかなり早いんじゃないかと思います。今ちょっと興味本位で若松駅から、飯盛山までの総距離を調べてみたら 2.5 キロあるらしいですね。2.5 キロだからちょうどね、学校で 2.5 キロ走やった時に16分か17分だったんですよね。だから今これ15分で行ければそれより速いペースになるんじゃないかと。でそれをまた帰ったら倍だから5キロぐらい走った計算になるんですね。だからまあ結構運動にはねなってると思いますけど、まあ、やっぱ継続が大事かなと思って、やめたら意味ないので続けられるように頑張りたいと思います。今17分ですね。やっぱ15分ちょっとかな、いいペースだと思います。あと頑張って下ります。今31分、だからあの飯盛山のとこから14分できた。結構早くなったかも。何回か止まってたんですけど、それがなければ10分ぐらいで来れるかと思います。いやでも疲れた。いやでも正確にはあの若松駅から湯盛山って調べたから、こっから若松駅までが500メートルぐらいあるとすると大体2キロぐらいかもしれない。2キロだと思った方がいいかも。あやべえ、死ぬほど喉が渇いた。めっちゃ喉が渇いた。はあ、はあ、疲れました。